枝野官房長官は今日午前の記者会見で福島第一原発の1号機から3号機の原子炉について溶けた燃料が下に落ちるメルトダウンにはならないとの見通しを示しました。全体が溶けて例えば炉に大きな穴が開くというような状態ではないだろうということについては周辺のモニタリングの調査その他でですね、言えるだろうと。枝野長官はメルトダウンが起きる可能性について注水をして冷却が一定程度できている状況なので冷却を継続できればそういうことにはならないと否定しました。